山梨県道701号富士上吉田線は山梨県富士吉田市を起点、終点とする一般県道である。富士登山の歴史ある吉田口登山道に位置、並行する道路である。山梨県側から富士山に登る吉田口登山道を継承する道路である。北口本宮富士浅間神社のそばから出発し、馬返しまでは、 緩やかな傾斜の直線道で自動車通行が可能である。以降は徒歩の道になる。大石茶屋後前の山梨県道701号富士、上吉田線と筒子が原の連華筒子現在の県道の前身となる。吉田口登山道は江戸時代から富士登山に盛んに利用された。富士山1号目の手前となる馬返しまでは馬で行くこともでき、そこからは皆歩いて登った。 明治に入っても基本的には変わらなかったが、1890年に湖馬車、1893年に京弁馬車が登場し、登山客を運んだ。業者は富士北口乗り物組合という業界団体を作っていた。交通量が多い、この道については、1913年12月2日に当時の福知村から山梨県道にしてほしいという願いが出た。 1927年に自動車輸送の計画が上り、1931年に富士北口乗り物組合の組合員を株主とする富士山自動車株式会社が馬返しまで自動車通行可能な道路を建設した。北口本宮富士浅間神社の脇から馬返しまで全長7272メートルの 浅間神社馬会市線という名の専用自動車道で会社は自社バスの運行も行った。ところが1964年に川口湖方面から出て5合目まで達する富士山、有料道路が開通すると、こちらの道路の利用者は激減し、1970年頃には吉田口から登山する人がほとんどいなくなってしまった。ありがとうございます。